海と日本。日本財団が進める海と日本プロジェクト。この番組ではプロジェクトに賛同し、海を未来へ引き継ぐため宮崎の海の魅力を発信しています。日本財団は環境省と共同で海ごみゼロアワードを展開しています。海ごみゼロアワードとは、海洋ごみ対策に関して全国から優れたモデルとなる取り組みを募集し表彰するもの。今回は延岡市唯一のダイビングショップ、延岡マリンサービスの取り組みを紹介します。日本の中に約300種類ハードコラルあるって言われるんですけど、そのうちの100種類が延岡ありますし、沖縄でもなく伊豆だとか日本海の海とちょっと違って、こうちょうど場所的にちょっと中間の位置になるので、本当に生物がたくさんいる海だと思います。店長の高橋勝英さんはダイビング歴30年以上のベテランダイバー。世界各地の海に潜ってきましたが、最近気になることが。うわすごいなって、昔みたいですね、感動する場所とか海が格段に減ってますね。それは地元の海でも。ご覧の通り多くのゴミが散乱していました。もうこんなにすぐいっぱい、やっぱりゴミは絶対増えてますね。で特にこういうペットボトルとか。こうした中、延岡マリンサービスで取り組んでいるのが、豊かなふるさとの海を守ろうプロジェクト。40年以上前から年に4回ボランティアを募り、浜辺や海底の清掃を行っています。ゴミがやっぱサンゴに引っかかっているところも多いですね。こんなのがどんどん、まあ多くなればなるほど、また拾う人がいなければやっぱもう海はもう悪くなる一方なので、海でも山でも川でもやっぱ自然で遊ぶんだったら、来た時よりも美しくっていうのはね、絶対当たり前のことだし。このほかサンゴのモニタリングや保全活動、地元の子どもたちとの観察会など、海を守るため積極的に取り組んでいます。日本って全部海で囲まれてる島なので、だからこそ例えばね、海を守るといろんな恩恵で多分きっともらえるんじゃないかと思うから、市民または日本人、もして地球人みんながやっぱりゴミをねゼロにしていこうっていう意識を高く持ってもらうことが本当大切だなと思ってます。海と日本。